はい、今どこにいるかというとタイのパタヤにいます。パタヤということで本日2017年の、2月の10日です。金曜日です。5年9ヶ月ぶりに来たんですよね。久々に来ました。5年9ヶ月ぶりということで、前回来たのは、西暦で言うと2011年平成23年の5月です。まあ、その時私はタイのバンコクに仕事で駐在したんですが、その時に友達が来てですね、まあ、パタヤ連れてきて、ハードパタヤって2泊泊まったわけですけどね。今いるところはどこかっていうと、パタヤのビーチです。ビーチ自体はそんなに綺麗じゃないんですけどね。だけどまあ一応ビーチリゾートなんで雰囲気はいいです。そして、知る人ぞ知る夜の楽園ということで、まあ、夜の歓楽街が出ておじさまたちのね、青春の場所となってます。世界各地から、日本なんかからもそうなんですけど、まあ女の子ゴーゴーバーとかありますんで、そういったところに来てですね、まあ女の子とイチャイチャラブラブするっていう、場所でもあります。だからこの動画チャンネルでいくつか案内させていただいてるんですけどね、夜の歓楽会というかパタヤということで、まあ、検索していただくと出てくると思うんですけど、これからウォーキングストリートのもありでもよく思ってます。はい、夜はね、まあ、こういう感じで街灯がいっぱいあってライトアップされるんで、結構綺麗です。なのでまあ別に女の子だけでここ歩いてもね問題ない。すぐそこがもうビーチロードなんですけど、人が多いです。今ね満潮ですね。干潮になるともっとねビーチの奥行きがなくなるんですけどね。で、昼間は例えばジェットスキーとかねパラセーリングなんかすることもできます。でここデッキチェアがあるんで、デッキチェア有料でね借りて海水浴することができます。もちろん海入っていただいても結構です。そんなに綺麗じゃない。もし本当に綺麗な海にいたいのであれば蘭島って島、ボートで30分ぐらい行けるんで、それ行くといいと思います。これがビーチで、そっちがもうビーチロードです。でそこを奥行くとですね、パタヤのウォーキングストリートということでゴーゴーバーとか、スケベなねお店がいっぱいあります。でそっちへ行くとビアホイということで、女の子がいるねガールズマンみたいなとこあるんですね。そういったところでも一応ねお持ち帰りができたりするわけでございます。なので、いろんなとこ見てるとその周辺のホテルとかでね連れ込み宿になってて、まあ、多くの方が持ち込んだりするわけですけどね。ただ私は、まあ、基本的にそういう女の子をね持ち込むことはしないですけどね、なんかエイズとかあるんでちょっと気をつけた方がいいかなって感じがします。でまあ、純粋に例えばビーチリゾートとして楽しむ分にも問題ないです。決してすごく綺麗ではない。こう見ていただくと多分映像で見ると綺麗に見えるかもしれないけど、昼間とかそんなでもないわけですよね。水濁ってるし、ただ雰囲気はいいです、なんか音楽ガンガン流れてますし、なんでちょっとビーチリゾートバンコクから、2時間ぐらいで来れるので、もしちょっとね遊びたい方、学生の方とかでもねちょっとビーチでタイのビーチに行きたい方、バンコクから近いところで、パタヤいいかもしれません。はい、結構可愛い子いますね、そこの白人の子ちょっと可愛いですね。ナンパとかできるかもしれない。でここの通りとか夜歩いてるので、ね、結構ね売春婦はいます。なのでそこら辺の道で誘ってきたりするわけですけどね。そうです。まあでもここに例えばさっき見たゴザ敷いたりしてね寝て読書とかしたりするのもいいかもしれないですね。はい、気持ちいいですよこの